ストーナーロックは、ハードロックのジャンルの一つ。ストーナーメタルと表記されることもある。初期ブラックサバスなどの伝統的なヘビメタルや、同時代のサイケデリックロック、ガレージロックに影響された、グルーブ感に富み、分厚くディストーションをかけた、荒いブルースサウンドが特徴。レトロなプロダクションを志行しているバンドも多い。1990年初頭に、 カリフォルニア州の砂漠地帯出身のカイアスやスリープが先人を切ってシーンを作り上げたと言われる。ストーナーとは麻薬常習者を意味し影響を与えた先人たちと同じく一般的に麻薬に関連する歌詞や使用時のトリップ感を表すような楽曲が多い。バイカーやトレーラー文化といったアメリカ的なワイルドさを表現するバンドもしばしば見られる。 ブラックサバスの影響下にあることから、ドゥームメタルとクロスオーバーしていることがあるが、ストーナーロック自体では、ドゥームメタルにおいて、顕著な、遅さはそれほど重視されない。また、グランジや、オルタナティブロックの中にも、ストーナーロックの要素を合わせ持つバンドは多い。他の音楽ジャンルでもよくあることではあるが、ストーナーロックの起源を正確に指摘することは、難しい。だが、 ストーナーロックの先駆的存在やジャンル形成に寄与した楽曲は確かに存在する。ブルーチアーはこのジャンルのパイオニアの一例である。オールミュージックの著者、グレッグ・プロットはこのように言っている。ストーナーロックの出現について語るときに見落とされがちなバンドはブルーチアーである。批評家のマーク・デミングは彼らのファーストアルバム。 サマータイムブルース、ブルーチアーファーストアルバムを称えている。ローリングストーン氏は、ストーナーロックが伝えるものはリフだ。脈々と受け継がれるミシシッピブルースの伝統である。レッド・チェッペリンとブラック・サバスは、これを確立した、最初のバンドと言えるだろうと書いている。サーロード・バルチモ・アはストーナーロックの始祖であると言われている。リーフ・ハウンドは、カイアスや、 モンスターマグネットをはじめとする数え切れないほどのストーナーロックバンドに影響を与えたとされる。プライムビルのアルバムスモーキンバッツワットキャンプトン S はストーナーロックの一つの基準となったとも言われる。ジム・ディラゴティスはストーナーロックバンドはクリーム、ブラック・サバス、ディープ・パープル、ホーク・インドなどのメタルが生まれる前のサイケデリックな ジャムバンドからインスピレーションを得ていると語っている。ティラゴティスによれば、ストーナーロックの方がはブラックサバスのアルバム、マスター・オブ・リアリティ、ホーク・インドの25イヤーズ・オン1973、1977ボックスセット、先に述べた、ブルーチアーのアルバム、ディープ・パープルのマシン・ヘッド、ブルー・オイスター・カルトのワークショップ・オブ・ザ・テレスコープスに見られるという。中でも、 ブラックサバスのマスター・オブ・リアリティは最初のストーナー・ロックの作品であるとして挙げられることが多い。マーチン・パパフはスイート・リーフが始まるとリスナーは同時にストーナー・ロックの産声をも聞くのだと言っている。だが、カイアスのジョシュ・オムとジョン・ガルシアはヘビメタルの影響を否定し、むしろパンク・ロックやハードコア・パンク、特にブラック・フラッグのアルバム、 マイオ王をインスピレーションとして挙げている。しかしながら、同アルバムもまたブラックサバスの影響を強く受けた、ものである。サウンドガーデン、オンステージイン2011-1988年に、ファーストアルバムをリリースした、サウンドガーデンは、1990年代の、ストーナーロックを主導した存在だと言われる。1990年になると、ドゥームメタルバンドのトラブルが、 セルフタイトルで発表したアルバムにアシッドロックの要素を持ち込んだ。1991年には英国のカテドラルがデビューしている。1990年代初頭から中期にかけて多くのカリフォルニアのバンドが後にストーナーロックと呼ばれることになるジャンルの形成に寄与するような音楽を生み出していた。1992年、カイアスが アルバム、ブルース・フォー・ダレッド・サをリリース。評論家はこの作品を、ヘビーミュージックの記念碑になると絶賛した。一方で、NME は、ハンドレッドウェイトの熱い砂漠の砂をメタルに、溶かし込もうとしたようだと表現した。同年、スリープが、アルバム、ホーリー・マウンテンをリリース。大きな反響を呼び、スリープは、カイアスと共にストーナーロックを代表するバンドとなった。 両者は、ドゥームメタルの影響を受けた、まるでトリップ状態にあるかのようなグルーブを導入した、最初のバンドである。モンスターマグネットもファーストアルバム、スパイン・オブ・ゴッドをリリースしてデビューしている。1994年には、アシッド・キング、アクリモ・ニーが、ファーストアルバムをリリース。どちらもドゥームメタルに対して、サイケデリック・ロックのアプローチをしたものであった。 この時代で重要なバンドでは他に、フルマンチュー、クラッチ、サンズ・オブ・オーティス、コロージョン・オブ・コンフォーミティがいる。ありがとうございます。